まさかの展開だ。パリゴリンの体操男子日本代表の橋本大輝、セントラルスポーツ、が27日、予選の鉄棒で痛恨の着地ミス。種目別の決勝に進出できず、大会に連覇を逃した。写真、まさかの着地失敗となった橋本。橋本は離れ技は全て成功させたものの、最後に、落とし穴、が待っていた。 着地で体勢を崩し、両手をつくミスで大幅に減点。スコアは13、733点にとどまり、上位8人による決勝へ進出することができなかった。橋本は東京五輪で個人総合と鉄棒で2冠を達成。2大会連続の金メダルを狙っていたが、5月に右手中指を痛めて調整が遅れていた。 橋本は今日はしんどかった。6種目回っていくので、どんどん体が重くなっていきましたし、最後までやりきるのが正直大変だった。フランスに来てから鉄棒でちゃんとした演技をすることができていなかったと悔しさをにじませた。